でもう一つよくね、あの重要なのは免疫を高めるのは、はい、例えば風邪とかさ、インフルエンザとかさ、かかったときさ、はい、絶対熱出るしょと。はい。悪いものを出そうとしてるんですか、うん、結局なんか、はい、あの自分のさっき言った免疫細胞戦闘員っていうのと、はい、入ってきたバイ菌とかウイルスとかさ戦っちゃうとさ、はい、うわーって戦闘するとそこで火花散っちゃうと、はい、火花が体中で火花やってたらさ、はい、体熱くなるでしょっていうのも一つあるし、はい、その、 あの免疫が上がるために体温が高いこといいわけよ。はい、うん、でも体温が高いと今度は自分の体力消耗しちゃうから、はい、うん、消耗しちゃうからそのためにまあ、よく解熱剤とか、ね、熱を下げるのっていうのをやっていくんだけど、はい、実を言うとそれは、まあ、本当に正しいかっていうとちょっと疑問が出るよね。へ、うん、熱を下げるのがいいかどうか分からないってことですか。出してあげてその熱をこう中で溜め取ったやつが今度毛穴から今度さ汗としてこう出ていく、汗とか、はい、ね、熱として出ていくからそこを待てますっていうのも一つはあってですかね、はいはい、だからあの風邪の漢方で知ってる？どうなんですか？よく代表的なのは葛根湯。葛根湯、はい。でインフルエンザには麻黄湯とかね、麻黄湯、うん、そしてあと例えば桂枝湯とか、桂枝湯とか、あの桂馬攪拌湯とか、そんなの桂馬攪拌湯、はい、うん、それで、ね、今言った中でね、はい、なんか共通点の気がついてる。なんとか湯。湯。はい。湯ってなんで書くの？お湯の湯ですね。お湯の湯やろ。はい。いや、お湯の湯だから、あったかくして飲めてる。はぁ、うん。要は、あったかい漢方を飲んで、体の中を温めて、で、免疫を上げていくと。はい。そういった、昔からの漢方の知恵があるから、だからそれは、温める漢方は湯。へぇ、だから女性なんかもそうなんだけど、はい、普段から例えば体を温めるには例えば高麗人参とか、まあ、黒マカとかニンニクとかさ、なんか例えばシナモン、うんうん、とかね、まあ、体を温めるのも普段からそういったものをとって、はい、そして体を冷やすアイスクリームとかチョコレートとかケーキとか、まあ、あまりね、はい、食べないいいんですけど、女性は難しいしょという話あるよ、ね、まあ、量を考えた方がいいかもしれないですね。そう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 。であと最後にね、あの免疫力をこう高めていくというのは、はい、そういうふうにさっき言った今の物理的な話に近いじゃない、うん、はい、でもっとね、重要なのは精神免疫学でして、はい、心と脳とそういったのがさ免疫とつながってるということがあるわけですね、はい、大体ね、僕も患者さんいろいろ見てて、病気しやすい人ってやっぱりね、不安な方もあればさ、うん、心配性の、まあ、不安な方もあればさ、いろいろストレスぎてる方で、うん、もう僕はね、脳の方が疲れてる方も多いんだよね、はい、でも反対に、例えば南の島で、まあ、ハッピーに暮らしてる南の島の住人方って免疫高いからさ、病気しないんだよね。へえ。だから今みたいに日本にこれだけストレスが多いとやっぱり免疫で、ね、落ちてくるだろうけど、反対にやっぱ南の島で暮らしてストレスなくハッピーに生きてる人はやっぱり免疫高いよねって、うん、そういったそれを見習ってさ、やっぱハッピーに暮らすことにはどうしたらいいかって考える、はい、そしたらさ不平不満とか言わず、例えば、はい、いつもさこう例えば神さんから言われてもウキャーって言われますあ、神さんは僕のこと思ってんだねって言うとね、あ、親からでも友達でもね、はい、こう言われてクッってくるけど、いや、自分のために持ってんだで、やっぱ感謝するようなね、旦那の仏教とかさ、その宗教の話近くなってくるんだけど、はい、そんな話になったり、あと自分でもう進んで我慢するんじゃなくて、もう楽しいこと、なんか楽しいことないかなって、うん、いろんなとこにこう首突っ込んで、はい、好奇心を持つっていうこと、はい、重要だし、はい、あと男女だったらさ愛し愛され合うこと、うん、それがなんじゃ性質でやっぱりね、そういうふうにお互いの思いやりを持って愛し愛されて子孫繁栄とかあるから、はい、そんなのを実を言うと、あの子の免疫と非常に関わってくるんじゃないかな。へえ、
漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。